私は今青森県の地獄沼のところに来ています。あのさ、これ地獄沼で以前私が激辛ペヤングの焼きそばを食べた時もここ映してたところなんだけど、今日はこの近くにまんじゅうふかしっていうところがあるの。多分知らない人がいても、なんとそこがあの一種の温泉みたいなところなので、久しぶりの温泉動画になります。ちょっと今回はデート感覚な感じで一緒にみんなと行こうかなっていう感じで、もうすごい硫黄の香りも半端ない、ここら辺。じゃあ行きます。久しぶり。地獄沼沢、ここからすぐそこ、もうここ歩いて10本ぐらいの、10本嘘ついた、歩いてまあ30本ぐらいでまた曲がる道があるからね。今日ちょうどさ、あの朝起きて茶碗を洗いながら、あの雨に歌えばを聞きながら茶碗洗った。もうこの時期夏だけど楽しんでいこうかなと思って。あったふかし湯、はいここをあっち行けば、今ここね、多分私知らなくて県内の人もなかなか見えないかもしれない。意外とこうパッと見ないとまだまだ先っぽいよね。おー、貝の河原って書いてるね。カメラ撮ってるっぽい。何撮ってんだろう誰でしょうか、謎です。道路から見える湯気、あーいい匂い、やばー、温泉いい匂いおー湯気ーすごいすごいすごい。え、ここ違うね。あー温泉の処理してる。ちょっと分かってないけど。うお、プシュプシュ。あったかい。あったかい。あ、ここっぽい。マンジュースたちあった。よっしゃ、誰もいない。よし。中に95度の高温のお湯が流れる木の箱型のベンチの上に座ってお尻を温める東屋でございます。じゃあ行こう。いいね。あ、もうちゃんと屋根ついてるからさ、雨降ってても全然心配ないね。はい、ここがふかし湯になってて、通称まんじゅうふかしって呼ばれてます。あと別名があって小宝の湯とも呼ばれているらしくて、なんでここがふかし湯になってるかっていうと、そこのね、湯気出てるとこがちょうどあった蒸気ね。でこっからちょうど真下が温泉が流れてるらしくて、その温泉の蒸気を使ってここが温まれるっていう感じになってます。で目の前が川、川どんな感じなんだろう、ちょっと触りたい。ただここら辺足場気をつけながら、ぬるい、気持ちいい、これちょっと入りたいくらいの温かさ、生ぬるい感じ、いいよ。え、すごい、あそこの橋も行きたい、後で。おお、ポカポカ、なにこれ。ちょっと今回ガチでやりたいから、靴下脱いで行きます。これ寝ていいのかな、人いないからちょっと寝ちゃおう。めちゃめちゃあったかいよ。こうやってお腹につける人もいるらしくて、なんでかっていうと子宝にも巡まれるらしいので、お腹当てることによって、だからこう女性もね結構来るみたい。ここの効果としては副腎腸だったり冷え性とか子宝にも巡まれるらしいんだけど、あと一つ実はあって、それが腰痛なの。腰痛がまだ正直治ってないところなので、今回は腰痛を治すためにここに来ました。だから私の場合は腰に当てたいから、こうやって腰を寝かせることによって、ね、腰痛ちょっと痛い部分、結構腰痛ってお尻もそうだし腰もそうでしょ、ちょっと若干さ、こう背中にも来るから、全体をねこう温めることによっていいんじゃないかなって思ってさ来たんだよ。温度感としてはちょっと北海道が暖かくなってきたぐらいの温度感だから、ちょっと、もうほんのり暖かい感じね。ここまで暑くない。多分10分ぐらいやってれば、結構ポカポカになってくる気がする。足柄。あ、いいね。
私結構ね、もうここら辺も冷たいの、この時期になっても寒いのね。だからこうやってます足の裏。あーいい絵が今回マジ地味だよね。気持ちいいわ。めちゃめちゃ温まる。気持ちいいね。やっぱ川のそばにあるとさ、川のせせらぎを聞きながら、いいよ。この木があったかいってことはさ、石畳もあったかいじゃん。あ、すごい、めっちゃポカポカ。あ、もしかしたらこの木よりも石の方があったかいかもしれない、やっぱり。あ、いい私、石派です。なんか岩盤浴に近い感じで、ちょっと気をつけなきゃいけないところが、この蓋の裏側、ちょっとここ裏側あるんだけど、ここはね、ちょっと熱いから触らないようにしないといけません、チェーン、ここは。なので、まあ、ここの表面だけ触るとこはね。ちょっと私、ここのね、水たまりが気になるから触ってみる。多分ね、激熱だと思う。どんな感じか。あー、熱いかな。ここもちょっとマジ気をつけないと。あ、やっぱ熱いもうここもやっぱね、源泉なので気をつけた方がいい。いやいいわ、もうここのさ、湯気をこう顔にミストみたいな感じでつけてるだけでもすごいまったりできちゃう。久しぶり、温泉の結晶、ここね、硫黄かな、硫黄の結晶。こういう感じでね、ここ黄色いんだね。しかもわかめみたい。ウケる。ここで今ちょっと少し肌寒いくらいがちょうどいいかもしれない。今のちょっとポカポカなんだけど、夏になったら逆に汗かいちゃうくらいかな。しかもここってプリオじゃん。だから痛い放題って言ったらあれだけど、でも全然ここで 1,2 時間ぼーっとして過ごせる感じ。大体の体感温度って言えば人肌ぐらいかな。パッと触った感じね、こうお布団の中に入って隣に人がいた時にちょっとこうぬくもりを感じるくらいの暖かさです。それじゃあ眠くなる、本当に眠くなってきた。腰をさはどうにかしたいからマジで寝るわ。あー、今だいたい5分ぐらい寝転がりました。ちょっとさ、奥の端の方も気になるので行ってこようかなと。あ、多分ここさっきの橋のとこ。すごい、これこそまさにトトロじゃね。メイちゃんが走ったとこです。こんなことある？すごいすごい、学ばなきゃいけない道ってある？道だね、浜口さん。あ、そしたら背高くなった。あっ、まで続いてる。まだ続いてるのかよくわからん。結構細道、傾斜になってるから気づいた。昔からの道だね。どこ、これ多分ね、山道コースだと思うので引き返す。まだまだ続くね、これどこまで行くんだろう。はい、ということで今日はまんじゅうふかし行きました。結構ね、10分ぐらいやってるだけでもポカポカなので、ぜひ皆さん来てみてください。ここ今ハチがいるので大急ぎのエンディングです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。いった、大丈夫。